女優の土屋太鳳が主演を務める TBS 系金曜ドラマ、チア、ダン、毎週金曜22時チルダの第1話が13日に放送され、平均視聴率が 8.5% だったことが17日、分かった。数字は関東地区、ビデオリサーチ調べ。チア、ダン、主演の土屋太鳳広瀬すず主演で昨年3月に公開された映画、チア、ダン女子高生。がチアダンスで全米制覇しちゃった本当の話、の9年後をオリジナルストーリーで描く同ドラマ。全米制覇を果たした福井中央高校のチアリーダー部、シェッツ、に憧れていた主人公、藤谷若、土屋、が、打倒ジェッツ、全米制覇、という夢を向かって仲間と共に奮闘する。第1話では、幼い頃に、ジェッツ、が全米大会で初優勝した演技を見て強い憧れを持った若葉、土屋、は、自分、将来は同部に入って全米優勝するという夢を持っていたが、ジェッツのある福井中央高校の受験に失敗。勉強も運動も中途半端な隣町の福井西高校に入学し、弱小チアリーダー部で運動部を応援するだけの高校生活を過ごしていた。高校生活も2年目になったある夏の日、若葉は東京から来た転校生、飛龍しおり、石井、アンナ、に突然、私とチアダンスをしよう、という思いがけない言葉をかけられる。最初は強引なしおりを鬱陶しく思っていた若葉だったが、しおりのチアダンスへの情熱がやがてく、つぶっていた思いに火をつけ、一緒にチアダンス部設立へと動くことに、といった展開だった。本記事は掲載時点の情報であり、最新のものとは異なる場合があります。